この事件は2017年7月4日火曜日の午後起こりました。日本一だと名高い週刊文春は私を騙したんです。私に嘘をついたんです。この真実を皆さんに嘘つくことなく私をお伝えします。聞いてください。お願いします。私は2時59分タクシーに乗り込んで文藝春秋へ向かいました。編集部の新谷編集長、デスクの中村さん、そして担当だった鈴木隆太さん、この3人に会うためです。いくら電話してももう電話は出ませんでした。だから私はタクシーで急いだんです。2017年7月4日3時8分です。文藝春秋さん、週刊文春さんに私は来ました。この事件は私が書いた、命を懸けて書いた手紙から始まってます。手紙を書いたのは2017年5月24日でした。私は命がけで手紙を書いたんです。この1年5ヶ月本当に苦しかったです。もう毎日泣いてばかりいました。私はもう死のうと思ったんです。愛する息子と夫の船越英一郎に遺書を私は書いたんです。でもその時です、ノートを見たんです。すべてが書いてあるノートを私は見たんです。まず6月2日の金曜日に私と中村さんは渋谷のエクセルホテル東急で会うことになりました。会った場所はリーフという会議室です。ここからすべてが始まったんです。6月2日金曜日でした。午後の2時、私と中村さんは待ち合わせをしているエクセルホテル東急会議室リーフで初めて会ったんです。そこで私の方としては出来上がった原稿を見せていただきたいと、すべて見せていただきたいんだと、そう申してました。ところが中村さんはそれはルールとしてできません、そうおっしゃったんです。そこで私はそれじゃあ私もお話できません、すごく大事な話なんです、私の命のかかってる話なんです、そうお伝えしました。そうしたところ彼と会って24分後です。中村さんが一つの提案をしたんです。それだったら松井さんの前で出来上がった原稿を全部読みますとおっしゃったんです。見せることはできないけど全部を読みますとおっしゃったんです。今日は7月4日です。校了なんです。今日から印刷が回るんです。その前に私には全部読んで聞かせていただける、出来上がった原稿を全部読んで聞かせていただける、その約束を取り交わしていました。ところが彼らは約束を破ったんです。そして私の電話には全く出ません。録音も全部してます。しかし二人は全く電話に出られません。鈴木さんにおいては電話は切っています。中村さんの携帯電話の留守番電話に何度も何度も何度も私は訴えました。でも二人は全く出なかったのです。松井さんの目の前で原稿を全部読みますとあなたおっしゃいましたね。今印刷が回ってます。明日のお昼頃週刊文春の見本紙が出来上がるんです。明後日です。明後日木曜日にここです、7月6日に週刊文春は店頭に並べられます。何が書いてあるのか、私を騙したので彼らは全く私は分かりません。きっととんでもない記事が書いてあるんだと思います。私は信じてました。
こんな汚いことをすると思ってなかったんです。ここからは私のブログだけで本当のことを伝えていきます。真実を伝えます。もしサイバーエージェント様のアメーバーが何かの都合で私のサイトが閉鎖された場合、私は独自のサーバーを持ってます。松井和代事務所ではサーバーを持っています。私のサーバーであれば誰も消すことはできません。この世の中で誰も消されることはありません。だから私はアメーバーさんと、そして松井和代事務所のサーバーで真実をお伝えしていきます。本当にご心配をたくさんかけて申し訳ないと思っています。でもこの1年5ヶ月私は命を絶とうとしたんです。息子が頑張っていく姿を見ていたいと思っています。でも私はもう生きる力がなくなってたんです。そこで N ノートを見て、私は週刊文春を信じたんです。彼らは日本一だと言いながら本当にですね、とても汚かったです。 GPS 私が借りてきたのにそれをつけて尾行してたんです。とてもとても汚かったです。私はでも味方だと、私のことを守ってくださるんだと思って全てを話したんです。誰にも告げず、居場所を誰にも告げず、息子にも年老いた両親にも告げずに、私はずっと発売できる日を待っていたんです。でも週刊文春に騙されました。騙されたんです。これほど汚い話はありません。彼らがどんな汚い手を使ったか、この私の真実の叫びで皆さんにお分かりいただきたいと思います。お聞きくださって本当にありがとうございます。息子がどんな思いでこれを聞くのか、母としては切ないです。私は週刊文春さんに何度も申し上げました。真実を伝えましょうって。これはこの一枚の手紙から始まったんですから、私がその手紙を編集所にお渡ししたと、そこの真実を伝えましょうって言いました。でも週刊文春はそれはやめましょうと、嘘つきましょうとおっしゃったんです。何度も私はご提案しました。嘘をつくのは嫌です。だから一通の手紙から始まったと、私が皆さんに助けを求めたんだ、命がけで、そのように嘘をつかないでお願いしますと何度も申し上げました。昨日の夜も私は夜中に、こういう寄稿文どうでしょう、松井和代が書いた寄稿文、こういう形はどうですかということもご提案しました。それは皆さんに嘘をつくのが嫌だからです。私は嘘は大嫌いです。嘘をついたら罰せられると思ってます。この世には神様がいらっしゃいます。神様は見てらっしゃる。だから嘘をついたりする人は必ず罰せられるんです。だから私は真実を書いてくださいと何でも頼みましたが、彼らはそれは聞かなかったんです。その上に私を騙しました。私を騙したんです、あの週刊文春は。
この私のメッセージは私の命をかけた叫びです。告白します。週刊文春は私松井克洋を騙しました。許せないです。今の時刻は2017年7月5日深夜の12時34分です。こんな真夜中に皆さんにこんな動画をお見せしないといけない、とっても心苦しいです。本当にごめんなさい。でもどうしてもお伝えをしないといけない事態が起きたんです。それは週刊文春が私を騙したからです。とっても汚い手を使って私を騙しました。だから皆さんに真夜中なんですけど急遽お伝えしないといけないことができたんです。それは私の夫船越英一郎のことです。私は彼と出会ったのが1996年でした。テレビショッピングの司会として私と船越は初めて出会ったんです。出会った瞬間から私は素敵な人だなと思いました。それからずっと私は彼を愛し続けて、彼が俳優として上に行ってくれること、それだけを願って妻として生きてきました。2001年に結婚した時には船越の両親がとてもとても反対されました。お父さんは日本刀を抜いたんです。でも船越は私と息子を守ってくれたんです。年上でバツイチで子連れの私を妻にしてくれました。息子を自分の子供に席に入れてくれたんです。私は本当に彼には感謝で感謝で、もう言葉では表現できないぐらい夫の船越に感謝をしていました。彼を信じていました。彼は絶対私を裏切らないと思っていました。一生添い遂げるんだと思っていたんです。でも船越英一郎は私を裏切っていたんです。それも大変恐ろしいことをして私を裏切っているんです。裏切りながらまるで紳士のような顔してテレビに出ていますけれども、とんでもない男です。私はこれからここで船越英一郎の裏の顔、本当の奴の顔をここでお話しします。私はとっても苦しんできました。この女性誌です。一社です。これはこの女性誌に嘘を並べ立てられて本当に苦しんできました。恐ろしい尾行でした。一番最初に出たのはこれでした。この週刊誌です。この週刊誌で船越が耐えて忍んだ15年、この記事が出たんです。私自身が一番びっくりしました。この記事が出ることが船越のノートに書いてあったんです。2冊目もちゃんと私が徘徊しているということがこの週刊誌に書いてありました。徘徊なんかしてません。
この写真は私がスーパーマーケットから出てきた写真です。でもこの発売も船越は全部以前からノートに書いていたんです。このポルシェです。皆さんにこの間ブログを書きました。ポルシェ、夫におねだり1800万円ポルシェをゲットで高笑い。この頃から私は大変おかしいと思ってました。仕組まれていると思っていたんです。だから深川のお不動様にポルシェ新車が来た時にお払いに行く時、私はこの地球上でたった一人夫の船越英一郎にしか告げませんでした。その日は私はバックミラーで見て、後ろから尾行されてないの何度も何度も何度も確認しています。ところがです、これにはちゃんと写真が載ってるんです。ここは普通撮れるような場所じゃありません。とても私はショックでした。本当に何が起きたのか分かりませんでした。それでも私は夫を愛していました。生涯この人と添い遂げたいと私は思っていました。彼のためならば私は命を投げ出せる、そう思っていたんです。そんな船越は元気そうな顔してテレビ出ていますが、大変な糖尿病です。2型の糖尿病にかかっています。皆さんこの表を見てください。これです。私があまりにも彼が心配でずっと表にしてつけていました。2008年です。東大病院の上に日本一だと言われる人間ドックがあります。そこで船越に人間ドックを受けてもらったら糖尿病だと分かったんです。それが2008年でした。でも彼は全く治療しませんでした。私はすごく心配で何度も治療してほしいと、あなたがいなくなったらすごく言いました。でも彼は聞く耳を持ちませんでした。それは健康食品のイメージキャラクターを務めていたからです。船越とホリプロはテレビの前の皆さんを騙し続けてきたのです。2015年です。皆さん、この2015年にはヘモグロビン A1C が 9.3 です。 9.3 まで上がってしまったんです。私はもう仕事どころじゃないと、夫になんとか入院をして治療をしてもらいたいと、私と息子のためにそう思って、順天堂の大学病院の特別室も予約しました。お医者さんも2人決めてお願いしたんです。でも彼はそれでもしませんでした。ヘモグロビン A1C が 9.3 まで上がっているのにも彼は治療は一切しなかったんです。契約金は約2500万でした。彼は私に契約金がなくなったらどうするんだと、そう言い続けてきたんです。彼は全く治療をしないので、その間に顔面麻痺も2回襲われました。本当にどんどん体重も減ってきました。いくら言っても聞く耳を持たなかったです。ところがです、最近はかなりしんどいんだと思います。最初はこの薬を飲んでいました。ところがもうこれではダメなんだと思います。次にこれ、倍の薬を今飲んでいます。糖尿病になると皆さんどうなるかお分かりですよね。男性は残念ですが勃起不全になります。船越は
2008年から勃起不全でした。でも私は彼を本当に愛していましたので、夫婦生活がなくったって手をつないで寝てるだけで幸せでした。彼がそばにいる、それだけで私は嬉しかったんです。でも私は大変なことを知ったんです。2015年の春からです。夫の船越英一郎は、皆さんバイアグラってご覧になったことありますか？これです。厚生省で日本で許可が出ているのは50ミリです。彼が飲んでるのはその倍です。日本で許可が出ていない100ミリのバイアグラを頻繁に使ってセックスをしているんです。皆さん、彼の顔をよく見てください。3年前の顔と今のあのにやけた顔、全く違います。このバイアグラを飲み続けて、女性とセックスし続けて、妻を裏切り続けて、彼はサスペンスの撮影をしていたんです。皆さん、バイアグラは怖いです。日本に許可が出ていない100ミリを船越英一郎は飲み続けているんです。もう飲んで2年半近くになります。こんな恐ろしいこともありました。去年の10月の11日でした。彼はハワイでつや姫お米ですねのキャンペーンをするために、山形県の知事さん、県会議員の皆様とハワイに行っていたんです。昼間は皆さんとキャンペーンをしていました。しかしです、夜はホテルでこのバイアグラを使ってセックスをしまくっていたんです。どうもこの100ミリを使うと10時間近くの勃起があるそうです。羽田空港から戻ってきて10月11日の夜、私のところで帰ってきました。その夜は主人のマンションで二人で寝ることになったんです。二人で寝ていたところです。時間は深夜の2時半過ぎでした。船越が心臓を抑えて、あーって言ったんです。私はぐっすり寝てたんですけど、あまりの悲鳴に飛び起きました。すると彼の体はもうバケツで水をかぶったようにドボッドボになってたんです。寝ていたシーツもドボドボでした。絞れるぐらいになっていたんです。本当に私はもう救急車を呼ばないといけない、そんな具合でした。彼の背中をさすって、それで帰ってきたその夜にその副作用が出たんだと思います。バイアグラは世間で言うと心臓に負担がかかるって言います。糖尿病です。2015年はヘモグロビン A1C が 9.3 まで上がっている人です。その人がこの日本で許可が出ていないこのバイアグラ100を飲んでるんです。そりゃ心臓もかわいそうだと思います。これらをどこで見つけたかはまだ他にありますけれども、彼は平気でこれをこういうゴミで捨てるときに、こんな風に、彼が飲んでるタバコです、こんな風に捨てて平気でゴミ箱に、共同のゴミ場所に捨てていたんです。考えられません。それがです、芸能人そして俳優船越英一郎のすることかと思います。船越英一郎は
その会員制ホテルに身を隠してこのバイアグラを飲み続けてです。バイアグラの100ミリです。これを飲み続けてセックスし続けているんです。そして自分は被害者のような顔で離婚をしようとしているんです。私を悪者に仕立てて自分は被害者です、被害者のような顔を装って離婚をしようとしているんです。そして私の財産を奪い取ろうとしています。それがこのノートです。このノートに、船越英一郎のノートに書いてあったんです。私は2017年4月22日、もうあまりの辛さに命を絶とうと思いました。年老いた両親も残して、息子も残して、私は命を絶とうとしたんです。死に場所は夫のマンションだと思いました。早朝です。夫はその日もベイコートに泊まっていました。何度ベイコートの下で私は朝まで泣いて過ごしてきたか分かりませんでした。死のうと思っていた私がこのノートを見つけたんです。船越英一郎のノートです。これはこのノートの中に私がおかしいと思っていることがすべて書いてありました。すべてです。私の財産を女と一緒に奪い取ろうとしていることまで書いていました。週刊誌も不思議なことに発売前から書いてました。第1弾第2弾と書いてました。彼が犠牲者のような顔をして別れるためには嘘を並べ立てる必要があったんだと思います。夫の船越英一郎がこのバイアグラの100ミリを使ってセックスしてた相手です。この相手は私のとっても仲のいい友人、親友でした。彼女はゴッドハンドと言われてエスティシャンです。ハワイのカハラに住んでます。彼女にはご主人がいます。幼いお嬢ちゃんもいます。家族ぐるまでお付き合いしていました。でもいつの間にか私の夫と私の非常に仲のいい女友達がこのバイアグラを使ってセックスする仲になっていたんです。信じられませんでした。本当に私は夢を見ているようでした。でもこの話はハワイでは知らない人がいないそうです。ハワイの友人から何度も電話がかかってきました。知らないのって、夫婦気取りでいるわよ。でも私は夫が帰ってきてくれたらまた二人で過ごしたい、全部忘れようと、そう思っていたんです。それぐらい大事な大事な私の夫だったんです。ところが私の女友達、彼女とは旅行にも何度も行きました。シンガポールにも行きました。しかしです、その女友達と彼は人妻です。彼女は子供がいるんです。
その女性とセックスをし続けたわけです。そしてこのノートにです、彼女の来日記録はしっかりと書いていました。そしてこれが船越英一郎のパスポートです。信じられないぐらいハワイに行っていたんです。私には何も告げず、ほんの数日でも彼はハワイに行っていました。彼女は虎ノ門ヒルズでエステの部屋を借りてます。夫はそこをずっと訪れ、そして二人でわからないようにベイコートに身を隠してセックスをし続けてきたんです。糖尿病です、バイアグラです、そして私のとっても仲のいい友人とのセックスです。私は苦しみました。1年5ヶ月本当に苦しみ続けました。そしてこの週刊誌です、週刊誌にずっと並べ立てられて、私は本当に谷底へ突き落とされてきたんです。でも全部を知ったんです。死ねませんでした。だからどうしたらいいだろうと考えたときに、今船越英一郎が所属するホリプロの圧力に勝てるのは週刊文春しかないと私は思ったんです。だから一通の手紙を新谷編集長に書いたわけです。でも私は裏切られました。本当に信じられないようなことが起こったんです。皆さんにもう真実をお伝えする方法はこの YouTube しかありません。私が話していることは全て真実です。命を懸けてお話ししています。嘘は絶対につきません。お願いします。11月14日浮気をしていません。2016年ですか。はい、本当ですね、お父さん。はい。本当ですか。はい。神に誓いますか。誓います。本当ですね。はい。私はあなたのことを世界で一番愛してます。